学校のなんか出席確認みたいなので、小学校1年生とか2年生の時に、長野セリカさん、はい元気ですっていう報告をするっていうことをやっていましたね。元気です。高学年とかになるとやらなくなったんですけど、低学年の時は返事して体調を言うみたいな。そう、なんか斜めなんか画角が安定のポジションになって、ちょっとこの画角久々な気がする気分でいつも変えてるんですけど、じゃあキャッチフレーズしたいと思います。はい、48グループ1の色白 AKB48 チーム8チーム4県人の長野セリカです。セーリカーって呼んでください。セーリカー、よろしくお願いします。イエーイ。服が黄色だね。そうですね、なんかでも暑いけど、なんか色だけでも秋っぽくしていこうみたいな風潮。かわいいこのネックレス。無地だからネックレスだけでもつけとこうみたいなあれです。ここにマニキュアが2本あります。なんか最近サンダルで足の指に足の爪にマニキュアを塗るっていうことがね増えて、で今日の朝までこんな感じの色のあのあれよマニキュアを塗ってたんですけど、ちょっと剥がれてきたので全部取ってこのどっちかを塗ろうとしています。こちらはシンプルなナチュラルなピンク、こちらは夏っぽい、キラキラです。なんかこれニューって書いてたから買っちゃった。両方塗ったら、あ確かに、じゃあこっちを足にしてこっちを手にするとかね。今日の飲み物は生茶。今日は何を話しましょうか。3日も連続ですっと話すことが本当になくなる。毎日やってるメンバーはすごいです。
モテキア見終わったの。見終わった、昨日見て、あのモテキにあのマジムリ学園の監督さん丸尾丸一郎さん出てた気がするんだけど、気のせい、いや絶対丸さんだった。なんか見ててあれ丸さんじゃないって思ってゆうなに連絡しちゃった。モテキに丸さん出てるかもって。そしたらえ見てみるっていう、いや分からん、調べないと。でもなんかどうだろう、エンドロールはちゃんと見てないんですけど、でもなんかサングラスかけてて、で横から映ってたんですよ。でも目の感じとかめっちゃ丸尾さんだった気がする。でも少しなんか一瞬だったからあれだったけど、すごいと思って。今日はお掃除を頑張りました。一瞬でいろいろな人出てるのよ。あー確かに出演者が豪華だったような。うん、あ、ウィキペディアにいると出てる。おお。確かに AKB も名前だけ出てた。ツイッターに、あ、AKB って書いてるって思って。今日は映画を見ますか？でも見たい映画は、まあ、結構あって、見たいですね。すごっ、何この芋みたいな柄の、芋ではないんでしょうけど、ニモみたいな柄のギフトなんですね、今。かわいい。チンアナゴ。へえ、あ、なんか流行ってましたよね、一時期。いや、一時期、今も流行ってるか。かわいい。すごい頻繁にギフト変わってますよね。素晴らしい、かわいい。ここにメイク道具があります。私がもう結構たくさん使ってるメイク道具が机にあったので見せてみました。もうこれはポール&ジョーで下地とファンデーションを買った時についてきたポーチ。ここに大量に入っております。もう入りすぎて大変です。もっと大きいのじゃないと多分私のこの日によって、あ、ごめんなさいね、音うるさかったらごめんなさいね。日によってあの変えるんですよ。一回にこれを全部使うわけじゃないんですけど、結構日によって色を変えたりとかをするので
ね、たくさん入ってるんですけれども、まず綿棒でしょ。誰が興味あるのか分からんけど、あとこれが噂の下地、もう結構使って半分以上ない、ちょっとここあれだけど、もうあんまりない、あるけどないね、結構使っています。とビューラー、マスカラとリップ、じゃじゃーん。下地やっぱいい、評判いいよね。この下地なんか最初はあのメイクさんが教えてくれてっていうか、メイクさんが結構使ってて、でなんかそう肌に異常がなかったので買ったんですけど、なんかめっちゃコスメ YouTuber みたいなこと言うけど、自然なツヤ肌を演出できます、こちらがあれば。美容液、化粧下地、 SPF15、 そう下地めっちゃいいです。あとリップ、こちら反射する、テレビが反射してる、これはママがくれた、マスクをつけてもなかなか落ちないピンクのリップ。とこちらはマックのリップ、今つけてるのがこちらでございます。そうツヤ肌系、マットではないかな。でも私はツヤ肌にするんだけど、あ、めっちゃ反射してる。このパウダーですごくマットにしちゃいます。めっちゃ順番ぐちゃぐちゃだけど、あ、こちらがクッションファンデ、これはもう全然プライベートとかお休みの日はあんま使わないんですけど、あれステージに立つときはこれつけますね、はい。これファンデーションでございます。ツヤにマットとは、ツヤっていうのはこの、わかります、ちょっと光ってる感じ、このツヤっとしたのがツヤ。そのままで、マットっていうのはなんか陶器みたいな肌のことをマットとかそういう感じで言う。私はでもマット、ずっとマットにしてたけど、最近はツヤ肌ブームな気がするんで、こういうハイライトとかでねツヤを出します。パウダーでのテカリみたいなツヤはなんか余計なツヤは抑えるんですけど、ツヤを出したいところにハイライトとか塗っちゃいますね。あとあんま使わないけどチーク、プチプラセザンヌ、そうサラサラに見える、あ、そう、なんかツヤ、ここと鼻筋だけですね、でもツヤにしてるのは。あと私がもう最近ドハマりしてるアイシャドウ、じゃーん、大人っぽくない、結構この色。今日はこの白っぽいやつと白っぽいのの下のこの、うん、ブラウンみたいな、ちょっと難しい色の表現がむずいんですけど、でもちょっと紫っぽいやつ、アンドビー、このハイライトも
こちらのメーカーでございます。そして眉はケイトのこちら大人気のアイブロウパウダーを使っていまして、コンシーラーはこちらもう何年も使っている韓国のコスメのコンシーラーと、眉マスカラはこちらですね。なんかメイク道具って結構メイクさんが使ってたりとかするようなのを真似して買ったりすることが多いですね。あとこれはあのいただいたんです、ディーホリックっていうあのコスメ、ディーホリックが出してるコスメのあれでいただきました。キラキラです。メールに写真送ったかも。でも塗ってみるとあんま見えないね、こんな感じ。目の下にちょんちょんちょんって塗っちゃいます。鏡でキラキラ、わかります？これはでもステージに立つ時とかお話し会の時とかはこれキラキラつけますね。であとは目のライン系、アイラインはめっちゃ色変えるんですよね、いつも。今日はこの黒っぽいラインを細いので入れまして、こちらを使う時もあります。こっちは開かないこっちは筆系のねあれなんです、アイラインなんですけれども、こちらは両方ともペンシルタイプとなっております。参考になるかは分からんけど紹介していきますね。これもある、これはピンクの薄いやつ、これはここに塗ったり、なんかいろんな用途で使えるお化粧メイクで、あとこの&Bのシェーディングも持ってるっていう感じですかね。こちらが私の最近のメイク道具でございます。そう、スティックのシェーディング、なんかめっちゃスポンジで伸ばしていく感じのやつ、メイク道具っていうか、一時期めっちゃアイシャドウって言ってこの目のまぶたに塗るやつめっちゃ集めてて、だけども最近さっき見せた&Bのアイシャドウを見つけてからもうそればっかり、めちゃめちゃいいです今日も前髪が荒れてる気がする。今日はですね、まあ、21時ぐらいに終わろうと思うので45分ぐらいになったらランキングを読みます。はい、
前髪何点かな。前髪今日も昨日一昨日とあんまりそんなにまあ変わらないと思うんですけど、今日は多分昨日めっちゃ低かったんですよね。多分40、45点ぐらいだったんですけど、今日はでも今日も45点かな。なこのパッツン、皆さんはこのパッツンの前髪が好きか、ちょっとこう分けられてる、ちょっと今長さないから変ですけど、こんな感じの前髪ちょっと見えてるっていうやつか、もう本当にこのぐらいまで伸ばしてめっちゃ分けてるあれ前髪、長いのか短いのか、どれが好きですか。うん、おー、前髪あった方がいい。なるほどね、ちょっと見えてるの。でもさまざまですね。なんかこれ切る前に、前髪切る前になんかもうせっかく伸ばしきったから、なんか伸ばしてもいいかなって一瞬考えたんですけど、だけど切っちゃったよね。アイロンっていうかストレートアイロンとか使ってたら毛先の方がやっぱ傷んできてパサパサってなっちゃうから、切りたては多分私こんな感じなんですよね。でちょっと伸びてきたらこうちょっと分けてて、で伸びきったらもう切る前の長い髪に戻る、そのルーティーンでいこうかな。後ろはもう少し伸ばすの。はい、伸ばしてます。でも結構伸びていい感じ。あとちょっと伸びたらいいなって感じ。このぐらいあと伸ばしたいかもしれないです。ロングまでは多分めちゃめちゃ時間かかるんですけど、このぐらいだったらもう結構すぐ伸びそうだからね、もうちょっと伸ばそうかなと思っています。なんか髪の毛を巻いた時に個人的になんか毛先の方に重みがあって、上の方はナチュラルな感じの髪型が好きなんですけど、あのこれはなんか巻くと顔の横が巻かれてる感じになって、まあそれはそれでまあそういう髪型として良かったりするんですけど、なんか好きなのはもうちょっと伸びてる方が、巻き髪で好きなのはもうちょっと伸びてる方がいいなと思ったので、ちょっともうちょっと伸ばしたいと思いましたね。これはポニーテールは全然できると思います。
巻いて今ぐらいの長さ、確かに確かに確かにね。髪質良くなった？まあ金髪の頃に比べるとだいぶマシにはなりましたよね。あと暗い、髪が暗いおかげであんまり傷んでるのが目立たないからいい感じ。めっちゃ髪の毛切れるけどね。もうこのぐらいの切れ毛がたくさん切れる。でもだんだんまあちょっと明るくなっていくと思うんですけど、まあそれも楽しんでいこうと思います。よくもう一回金髪したいですかって聞かれるんですけど、あの当分はいいかなって思いますね。やっぱもうこんなに暗くしちゃったし、多分ここからもう一回金髪ってなったら大変そうなので、今のとこお仕事で金にしてくださいと言われない限りやらないです。ブリーチしたら痛む。想像以上に痛んだ。痛んだし、すごい髪を乾かす時間が長くなりました。今も結構時間かかる。フリーになるのが嫌よね。そうなんだよね。そう、ヘアケアが結構こだわるようにっていうか、なんか本当にシャンプーとかトリートメントとかあんまり本当に何でもよくって、お風呂上がりとかも結構適当にね、安めのオイルを買ってね塗ってたんですけど、こんなにも傷むのかと思って、なんかブリーチにの人がよく使ってるようなオイル探して見たり、メイクさんに教えてもらったりとかして、なんか髪に良さげなのを使うようになりました。私を見きた懐かしいって来ててさ、コメントなんか
誰だと思ったらアドラーちゃんのことだったもう存在を忘れていってるっていう、ね、そう懐かしいですね。足を見きた。マジムリ学園もう少しで始まりますね、舞台。今日は月曜日。昨日虹と狼には騙されないっていうね、アベマの番組放送されて、あの昨日見ようと思ってたけど、なんか曜日、昨日土曜日だと思ってて、なぜかで今日、あ今日月曜日かって気がついて、だから昨日見逃しちゃったので、今日は必ず見たいと思います。見逃し配信的な感じのあれ、配信されてるうちに見まーす誰も興味ない報告しちゃった。私がハマっているドラマ番組誰か分かった。全然なんかもうみんな狼じゃないっぽいいるんでしょうけど、タンタタンタン、あと昨日アベマでなんだっけ、ドラマ見た、酒癖っていうドラマ、ドラマですよね、あれアベマオリジナルのドラマ見た。なんか最終回の一個前のお話を見ました。なんかすごい怖い感じだった。怖いっていうか、おーって感じのあれだったでも最終回も見たいと思いましたね。面白い。でも最初から見たいかも。赤木の実写版は、あでも前、結構前に見たかも。なんか映画かなって見た気がする。一番好きなドラマ何？難しい。ドラマか。あでも結構まあ定番ですけど、あれかな、のぶたをプロデュース。ちょっと古いのぶたをプロデュースはめっちゃ好きです。あと花より団子はもう本当に何回でも見れます、本当に言うと思った。そう、前も言ったことあるかな。そう、めっちゃ好き。あとでもね、なん、あ
最近見た中学生日記も良かったです。あ、学園もの好きですね。 GTO とかもめっちゃ見てたし、あと極戦もね、そうです、極戦も見てたし、あと花盛りの君たちみたいなやつだっけ、なんだっけあのドラマ、イケメンパラダイス、それです、それそれそれ、それも見てたし、はい、学園ものめっちゃ見てたかな。あのドラゴン桜もこの前放送されてたのは全部見れた。刑事もの、そう刑事ものもめっちゃ好き。相棒はね、私のおばあちゃんがめっちゃ見ててなんかそれを一緒についてる時に見ました。でもなんか結構その毎回欠かさず見る全然そういうわけじゃなくて、たまに見るって感じなんですけど、でもなんか入り込んじゃうそのストーリー。古畑任三郎は、ああのよく再放送とかやってたの見てた。そう、あれ好き、半沢直樹面白い。でも半沢直樹はなんかその俳優さんの演技を見たくて見てた感じもあるよね。もちろん物語もめちゃめちゃすごい面白かったけど今日はどんな演技が見れるんだろうみたいな。ワンピース以外のアニメ、あ、昨日なんかテレビで東京リベンジャーズ放送されてて見た。マイキーが痛そうだった途中から見たんですけど、途中から最後まで初めて、しかもすごい。あの実写版の映画はあの映画館で見に行って、で、うん、でアニメはそんなあの見ようとあんましてなかったんですけど、たまたま会って見たらアニメも面白いね。本当に途中の途中だし、どういう流れであれあんな風になったのかちょっと全然分かんなかったけど面白かった。確かに映画はちょうどいいところで終わるもんね。そう、なんか一回見ればもう分かるやつっていいよね。
そうあれよ、 TikTok をね撮ろうってね思ってねたんですけどね、声が変ですね失礼。そう TikTok を撮ろうと思ってそう準備してたんですけど、結局全然撮れてないんで、この配信終わったら撮ろうかな。え、皆さん見たいのあります？最近私のおすすめになんか Vlog 一回すごい見たからか、すごい Vlog のねおすすめがたくさん流れてくるんですけど、何が流行ってるのかな。そういやさそういやさって流行ってますよね。ちょっと遅いかな TikTok ってもう見出したら止まらなすぎてすごい気がついたら時間経っててびっくりしちゃうよね。ほとんど猫か犬が流れてくる、わかる。でもめっちゃ可愛いんですよね。なんかあの壁になんかこうペタって手をつけれたら賢いみたいなやつで、なんか飼い主にこう抱っこされてペットがねこんな感じで、ね、壁に近づけられていくんですけど、すごい賢い子はねこう手を壁にチョンってやるんですよ。でもあんまりよく分かってない子はふにょって手が鳴っててもうめちゃくちゃ可愛いもうめっちゃ可愛すぎて永遠に見てた。ペットのあれめっちゃいいねしちゃう、猫ちゃんとかワンちゃんとか可愛すぎて手の動きがもうたまらなく可愛いんですよ。はい、最高にいいです。癒される、なんか癒された TikTok とかなんかママに共有しちゃうもんね。ちょこれ見てみてって言って、あと時間過ぎてるんですけど、なんかこういうカメラの前に丸いあの輪投げの丸いやつみたいなやつになんかワンちゃんがこう走ってきて顔を入れるみたいなやつがあるんですけど、もうそれも可愛すぎてキュンですって感じだったよ本当に。しかも私がいいねしたやつはなんかワンちゃんに洋服着せられてて、なんかディズニーのコスプレみたいな洋服で、前から見たらなんかペットが立ってるみたいな感じになるやつで、こう歩いてきた時になんかめっちゃ可愛くて伝わってるか分かんないですけど、もう可愛すぎて何十回も見ました。スクショもしたよね、この顔を丸いとこにこう入れるタイミングでスクショ、めっちゃ可愛い
本当に癒されますよね、ペットってね。そう、前足がちゃんと足になって見える、それそれ、めっちゃ可愛い。はい、ということでランキングを読みたいと思います。13位、中心アットひのちゃん、せりちゃん大好き、イエーイさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、園田長崎アット癒しの TikTok いつもありがとうさん、ありがとうございます。見てくれてありがとう。11位、くるりんアットせりちゃんおかえりなさい、かわいいね、幸せりかさん、ありがとうございます。わーい。10位、みなちゃんアットせりかちゃんにキュンですさん、ありがとうございます。嬉しいです。9位、中心アットせりちゃんのコスメ紹介楽しかったさん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、8位ですよね、8位、ぶっちゃんアット4日連続配信しますかさん、ありがとうございます。いや、多分しないと思います。7位、アイドル好きアットせりちゃんが一番可愛いよさん、ありがとうございます。書いてないけど。6位、のむりおにゃんアットせりちゃんにゃんにゃんさん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、赤いぞうさんアットチームエイトヘナチョコサポートさん、ありがとうございます。4位、ひであきアットせりちゃんさん、ありがとうございます。イエーイ。そして3位はアッツアット幸せりかせりちゃん大好きさん、ありがとうございます。嬉しみず。2位、淡路の黒ひょうアット充実した夏休みになりました、ありがとうさん、ありがとうございます。それは良かったです。そして1位、ケンパアット髪色めっちゃいいねさん、ありがとうございます。書いてないけど。はい、ということで今日も見ていただいてありがとうございました。アフタートークしたいと思います。9分ぐらい、あとあ、忘れてた、 TikTok 撮るんだった。何を撮ろうか、撮ろうと思って見出しても本当に見るだけ見てアプリ消しちゃうっていうか閉じちゃうもんね。爪にネイルも塗ろうかな。めっちゃ裏側見せて、ネイルも塗りたいし。そうですね、あ、メールもそうだ、送らないとね。そう、なんか本当にピースで撮ってる写真が多すぎて、いや前からちょっと思ってはいたんですけど、もう本当になんかめっちゃピース多くないと思って、昨日写真フォルダ見てね、自分で。そうだから今日の自撮りは一切ピースをしていません。なんかメンバーとツーショット撮るときとかもこうだったりしちゃうからね。なんで写真撮るときってこれするんですかね、そもそも。結構不思議じゃない。まあ片手ね、両手だったらまあこんなことができたりするかもしれないけど、あの片手になるとまあね、
グーかチョキかパーですよね。あ、最近はこの指ハートっていうのがありますよね。でもこれ何かわかん難しくない？これでも今流行ってるの、流行ってる、どうなんだろうか。そうですね。まあ今日の自撮りはピースをしていませんので、はい、今日はコンビニ行きましたが、今日はスーパーに行きました。スーパーでサラダなど購入して、チョレヒサラダのドレッシングで食べて、あれ食べたんですよ。お昼にきゅうり、ピリ辛きゅうりみたいなやつ買って、で、あのお湯で、お湯沸かしたら完成するどん兵衛のうどん食べました。めっちゃ久しぶりに食べたどん兵衛うどん、すごい美味しかった。久々に食べたね、美味しいですよね。すごく美味しかったです。カップ麺食べるのね。カップ麺まあたまにって感じですね。最近めっちゃ春雨スープ飲んでて、でもだいぶなくなってしまって、あとはねパスタサラダ、パスタサラダじゃないや、パスタスープがたくさんあるので、それも食べたいよね。最近はそうですね、ご飯も炊いてないね。電子レンジでできちゃうからさ、やっぱ私本当に電子レンジでできるものかお湯でできるものかしかやってないんですよね。もう困っちゃいますよ本当にもう。セリちゃんお菓子しか食べてないイメージ。すごい、初めて言われた。私はもう最近一切お菓子を買わなくなっちゃいました。もうお菓子のコーナーすら行かなくなっちゃったよ。だけど甘いの食べたくなったらゼリーとかね、なんか冷蔵系のスイーツ買っちゃう。カリカリ梅もちょっと買ってないですね
ハーゲンダッツの濃いいちご食べました。あれめっちゃ美味しいですよね。なんか今までそのいちご味とかあのアイドルだけどいちごが大好きって思ったことがあんまなくて、なんかそのショートケーキとかあってもいちごちょうだいって言われたらあげれるぐらいのそういう存在だったんですよ、いちごは。で普通に大好きですけど、あの分かります、そうどっちか選ぶんだったらいちごじゃない方を選んじゃうみたいなタイプだったんですけど、あのハーゲンダッツのいちご味を食べてもうすごく美味しかった。そう、抹茶好きですね。抹茶美味しい。いちごより梅干し、あ、そう、それはそうですね。いちごより梅干し。全然ジャンル違うけどね。そう、でも本当にそんな感じ。それじゃあ21時になりますので、そろそろ終わりたいと思います。今日も見てくださった皆さんありがとうございました。また、いつか配信しますので、その時はぜひ見てください。ではまたいろんな SNS で会いましょう。じゃあねー、ありがとう。